今日は武藤あゆむキャスターです。こんばんは。この後20時からウェザーニュースライブムーンを担当します、武藤あゆむです。今後のお天気情報を詳しくお伝えしていきます。よろしくお願いします。さあこちらなんですけれども、早速、はい、ワンちゃんのお写真、今日ワンバンの日ということで、はい、あーちゃんぴったりだなと思ってお話ししたかったんですけれども、はい、今のワンちゃんいかがですか？今日お写真見てすごい可愛いなと思って。そうなんですよ、はい、可愛くて、だんだんと日中もお散歩しやすい気温だったりなってきたので、はい、日中のお散歩も行けるようになって、すごく楽しい毎日を過ごしています。いいですね、はい、今って寒毛期らしいんですけれども、はい、毛の何でしょう、質感とか変わってますか？いや、うちの子はあんまりないんですよ、はい、あ、そうなんですね、はい、夏の毛、冬の毛あんまり変わらなくて、もともと抜け毛も少ない犬種なので、かなりブラッシングして、もこもこに、だって可愛いですよね。毛玉が出てくるほど抜けはしないですけど、羨ましいですよね。結構掃除するのも大変なんですけれども、ブラッシングとかってワンちゃん得意ですか？うちの子は苦手ですね。一緒でした。あ、本当ですか？もうおやつで頑張って釣ってもう3回くらい溶かしたらお菓子あげてみたいなのを繰り返して、もうどんどん太っちゃってます。いや、そうですよね。ワンちゃんによっても性格分かれますよね。全然違いますよね。歯磨きとか爪切りとかも嫌いなので、どうやったら好きになってくれるんだろうと思って、すごく SNS で調べてたりすると、ね、結構嫌いだったけど好きになりましたっていう。どうやるんですか？爪切りなんですけど、はい、ワンちゃんの爪ってこうやって、あるじゃないですか、はい、で切る前からさやちさんがワンちゃんだったらこうやって切っても絶対嫌がるじゃないですか。やだやだ。だから私が頭にラップを巻くんですよ。でそのラップにチュールとか、はい、そういう柔らかいおやつをつけると、さやちさんが私のおでこに向かって食べたい食べたいってなって、ペロペロ舐めながら私はこうやって爪を切ることができるっていう。すごい思考ですね。すごいですよね。それで好きになったっていうのを見かけたので、やってみたいなと思って、やってみた。いや、まだやってないので結構シュールですよね、見たら。そうなんですよ、人間の装備がかなり面白くて。そうですよね。でもその方法いいですね。私一回違ったやり方して。何ですか？ペットショップ屋さんで、はい、なんだろう、ブラッシングがついているグローブが出たんですよ。だから撫でるふりして、へー、ブラッシングしようかなと思ったんですけど、はいはいはい、やっぱりワンちゃんは途中で感づくんですよ、うん、そうなんですよね。意外と頭いいんですよね。そうなんですよね。工夫が必要ですもんね。そうですよね。私も、うん、おやつおやつって言いながら歯ブラシ持って近づくと、うん、最初やったってくるんですけど、やばいすぐいなくなっちゃいます。やっぱりいずれバレますもんね。バレますね、うん、いや、そういうところも愛おしいですけどね、うん、ぜひじゃああーちゃんその、うんうんうん、おでこにつける作戦でちょっと頑張ってみたいと思います。乗り切ってみてください、はい。まあ、だんだんこう気温の変化も、ね、大きくなってくる季節ですけれども、やはり今後は台風の情報も気になることかと思います、はい、イブニングアムーンですね、ムーンの時間帯もお送りしていきますか、はい、そうですね。現在先島諸島中心に南西諸島では雨足が強まっています。明日のお昼頃をピークにさらに荒れた天気となる恐れがありますので、最新の台風情報をしっかりとお伝えしていきたいと思いますし、まあ、日本の台風も注目度が高いんですが、うん、ムーンの時間帯は森田さんと一緒に海外のハリケーンなどにも注目してお伝えするコーナーも予定しておりますので、ぜひご覧いただければと思います。わかりました。では引き続きよろしくお願いします。お願いします。ここまで最新気象情報をお伝えしていきました。やはり台風の動向が気になるところですね。明日は先島諸島を中心に荒れた天気に警戒が必要となります。今後もムーンの時間帯で最新の予報を確認するようにしてください。ここまでありがとうございました。それでは失礼いたします。